はいどうも皆さん、ヘンジブラザーズのカネルです。サナー兄貴でございます。今回はですね、歴戦月光ラージャンを討伐していこうかなと思います。確かサイヤ人の生き残りの方やったっけ。まあ確かにサイヤ人にしか見えないけど、惑星ベジータ破壊されて時空間に飛ばされ、もうあの世界に来た方やろ。おいおい、ちょっと待て待て、勝手に設定を作るな。まあわしらハンターは元の世界を戻してあげるのが務めやからの。いや、惑星ベジータなくなってるような気がすんねんけど。安心しなさい、なんちょ三代目教祖が戻してあげましゅ。おいおい、ここで出てくるか、もうなんちょ三代目教祖様が。じゃあまああのね、ラージャと同族種の大団長も戻してあげましょうよ。歓迎しましょう。やばすぎやろ。ではでで、はい、早速ラージャいましょう。お兄さん、今回はキャンプが使えないので段数を考えて使いなさい。とりあえずクラッチを活用していきましょう。そうなんですよね、お兄さんが言った通り今回キャンプが使えないので弾の補充ができないんですよね。まあそのため用に鉄鋼弾じゃなかったりの貫通弾をね持ってきてはいるんですけども、まああんまり期待ができないので、まあね、クラッチでまあダメージを稼ぎつつ、まあ弾を節約しながら撃っていって、まあ願わくば捕獲でいいかなと思っております。あなたのシレビッピ次第でクリーバスの溜まり方が変わります。あげみなさい。おい、ちょっと待って待って、お前さ、こんなもん左手回して、お前両手上げてたらお前コントローラー持たれへんちゅうね。違いますよフレンド、戦果を示しなさいと言ってるのです。戦果って、まあ要するに倒せってことやろ。その通りですよフレンド。いやフレンドってお前、俺無難者ヘペトラスの入信者じゃねえぞ。今決まりました。理不尽すぎー。そんな不審な態度をとってたら、この兄さんがあの方の助っ人に来るかもしれません。いやちょっと待って、それは怖すぎる。ならシュレビップに励みなさい。まあシュレビップはどうでもええとして、倒しには行きますね。ああ、その調子やとバラガスさんも追加されそうです。いやいやいや、あんな人用のポットのクソ雑魚はどうでもいいわ。ああ、血抜けがうーいぜ。ほんまや、怒ったね。惑星ベジータを破壊されたのが、そんなに許せないのか。仕方がない、宇宙の帝王になってやろう。ちょっと待って、ブランチは今から宇宙の帝王や。ああ。俺がクーラー、兄弟分がフリーザ。お兄さんがクーラーで、俺がフリーザ。イエス。ああ、まあ兄弟やもんな。そうや。いやでもお兄さんね、ビルスが来てしまったな。ビルス様、なぜ赤い神がこんなところに。お前それファイターズのやつやな。いやね、まあフリーザもね、ビルス様、なぜここにとか言うんでね、本当にね、兄弟揃ってビルス様。やばすぎるやろほんまに。まあでも個人的にあれは見たくなかったな。宇宙の帝王の威厳が。いやもう前に等しいんだろうけどね、今はね。まあでも個人的にね、マジでひどいのは帝王。そろそろ寝てくれへんかな。お年寝の時間ですよ。お前はさっさと寝ろなんて。お出たね。さあショータイムの参りましょう。お前それ半順儀やろ。ということで、ね、まずね、起爆榴弾をちゃんとね、仕掛けて、そのアイテムはな、あった、大玉爆弾機。カリスマイケメン。おい、今、半順儀のアビリティ入ってたな。ということで、睡眠魔か。そして、カレーにドカンといきましたね。さあ、ここからね、一気にダメージ与えていきましょう。あ、やばい、来る、危ない、逃げろ。やるやないか、金の王ザル、サイヤ人のおごりも捨てたもんじゃねえな。いや、何がサイヤ人のおごりだよ。感心。いや、感心やねえよって。お、捕獲できたね。あー、まあまあ強かったね。今回でクリーパスがたまりました。
たまりましたって、ちょっと待って。無難所さん、いつお戻りになったの？今、帰ってきましたよ。いやいや、すごい良すぎんだろ、ほんまに。やばすぎるわ。はい、ということでクエスト完了。あー、疲れたね。いや、まあまあ、強かったな。うん、感じやね、報酬。今回のクリーパスで惑星ベジータは復活できませんでしたけど、キングコングの世界ならご案内しますよ。ちょっと待って、どういう基準だよ。これが無難者エベドナスのお力です。いやー、もうこれはね、ついていけねー。はあ、まあまあまあ、24分か。お、いい感じ。ということで、ありがとうございました。あーねー、楽しかったね。無難者エベドナスもお喜びになっています。喜んでるの？そうです、ありがたく思いなさい。いやー、これはね、とんでもない宗教ですね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。